沙織さんがまたキャバ嬢になってくれたら阿久津を引っ掛けられる。これは RK の潜入ミッションになります。だから危険なのは分かってるんですが、くそー、僕はまた沙織さんの変身が見たい。こんな自分を抑えきれない。何を言ってんだお前。どこかはっきり RK の系列って分かる店はあんのか。ええ、ずっと前にも沙織さんが潜入したクイーンルージュというお店がありますよね。あそこが少し前 RK の半グレに乗っ取られちゃったみたいで。クイーンルージュか。あそこの店長は変わってないのかな。そうですね、もともと雇われ店長だったんですが今も変わってません。ただ以前は高級店だったのに格安を売りにするようになってて、内情は変わってるかもしれませんね。そうか、格安なら俺も行ってみるかな。あ、そうか、じゃあ僕も行きたいかも。バカ言ってる時間はありません。そうだな、沙織さんはまた服とかメイクとか準備がいるね。一緒に考えるよ。いえ、それなら大丈夫です。ん？先日マリ姉さんと一緒に RK 好みのメイクを追求したところです。今回もそれで行こうと思います。ああ、マリ姉と。でもほら、男好みのメイクはやっぱり男がやった方がいいしさ。お言葉ですが、見てもいないのにその判断はいただけませんね。お、あ、そう。やっぱり俺がメイクを考えるよ。私とマリ姉さんとで一生懸命工夫したメイクです。それでも八神さんが改めて一からメイクをすると。やばいですって八神さん、沙織さんの激励に触れてます。正気ですか。いや、これは遊びじゃねえんだ。誰がやったかより結果が出る方を取るべきだと思うぜ。私たちのメイクはすでに一度結果を出していますが。悪いけど一応確認だけさせてくれる？もしかしたら少し変えてみるかもしれないけど、相手は RK とその裏にいる公安だ。俺も遊び半分で言ってるわけじゃない。本気なんですね。マジっすか八神さん、こんな沙織さんに逆らうなんて正気じゃないですって。八神、よく言い切ったな。俺はお前を尊敬するぜ。わかりました。八神さんの本気が伝わってきましたから、私の気迫負けですね。ありがとう。では参りましょう。言ったからにはバッチリ頼みますよ八神さん。
いいね。まあ少し悔しいですけど、結果的には八神さんにお願いして悪くなかったかなと。ありがとうございました。ならよかった。想像以上にバッチリ決まってるよ。ええ、では参りましょうか。クイーンルージュへ。沙織さんがメイクしてる間、店長には入店のことを話しといて。星野君が言ってた通り、ある程度売り上げが見込めそうな子には阿久津からお呼びがかかるってシステムらしい。わかりました。要するに私は店のナンバーワンを目指せばいいわけですね。自信のほどは？できるかできないか保証はできません。ただやるだけです。どこまでもついていきますよ、姉さん。
沙織さん、気をつけて。